どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、このチャンネルを見ている昭和世代の元ヤンは、ストーンズ、のことを、シックストーンズだと思っている。ゆっくりマリサだぜ。うんうん、昭和のヤンキー世代は、ボーイ、で止まっているあるあるは置いといて。今回は6代目山口組の二次団体でもある老舗の組織、一心会、についてと、同じ山口組傘下の、行動会との間で、闇カジノの利権をめぐった内部抗争についても解説していくよ。おっと、今回は6代目山口組の中でも老舗組織と、なんだか激しそうな抗争の解説なんだな。霊夢、今回も一心会、についてと抗争の詳しい解説を頼んだぜ。みんな、最後までバックレンなよ。ゆっくりしていってねー。西日本最大級の繁華街と言われる大阪南の総右衛門町は、インバウンド景気で、飲食や宿泊などの業界が好調な上、万博やカジノを含む統合型リゾート施設の、誘致実現も期待されており、山口組だけでなく、他地域の暴力団までもが、甘い汁を吸おうと大阪に進出する動きも見せているんだよね。そうそう、南の総右衛門町とは、新宿の歌舞伎町という感じだったよな。この大きなしのぎになるであろう利権をめぐり、6代目山口組、神戸山口組、さらに任侠山口組が指定暴力団に指定され、三つ巴への対立構造がいよいよ深刻化しており、その最前線とも言えるのが、大阪南の総右衛門町であり、事件が浮き彫りになったのは、任侠山口組傘下の事務所で起こったんだよね。やはり、しのぎは極道組織にとって生命線なので、争いが起こってしまうんだな。路上で殴り合っていると通報が入り、警察官が駆けつけたのは神戸山口組傘下の、金市会の事務所前で、警察官が駆けつけた時には、殴り合っていた男たちの姿はなく、現場にはおびただしい血痕が残り、激しい乱闘があったことを伺わせたが、実はこの事件は身内同士のトラブルだったそうで、この責任を問われ会長が絶縁処分になったんだよね。身内同士の事件とは、しのぎの利権を争うと収拾がつかなくなるんだな。その他、大阪市西区にある任侠山口組の直系組織である山本会の組事務所でも、何者かが運転するトラックが突っ込み、幸い怪我人は出なかったものの壁などが損壊しており、その数週間後にも同区内のパチンコ店内で、山本会の会長が何者かに襲われる事件も発生しているんだよね。なるほど、大阪の南では度重なる事件が発生しているんだな。そんなさなか6代目山口組でも、今回解説をする一心会と裏カジノの利権をめぐりトラブルになっており、こちらも同じ参加の組同士の内輪揉めとなっているんだよね。これは、ますます一心会について知りたくなってきたぜ。一心会とは、大阪市中央区総右衛門町に本部を置く暴力団で、指定暴力団6代目山口組の二次団体にあたり、1957年に創設者の田中六春が、3代目山口組の田岡和夫組長と射程坂月を交わし山口組に加入。山口組内に前身組織である富士会を結成、その後に富士会から一心会に改称されたんだよね。3代目田岡組長と坂月を交わすとは、創設者は結構名の売れた人物だったのかな。創設者の田中六春とは、富士観光グループの会長であり、1953年に総右衛門町にグランドキャバレー、富士をオープンしたが、地元の極道組織や愚連隊などにみかじめ料などを要求されたので、自らのお店を守ろうと、持参金を持って3代目田岡組長の杯を受けたんだよね。お店を守るために田岡組長にお願いしたのではなく、自らがヤクザになって守ろうとするとは、田中六春は田岡組長の若衆となり、一心会の前身組織となる富士会を結成すると、さらに当時大野組組員だった桂木正雄、後の4代目山口組若頭補佐となる人物も取り込み、その後も大阪南にキャバレーをオープンさせると、山口組の歴史的構想である、名誉会事件の発端となるマンモスキャバレーキングを開店したんだよね。山口組の歴史的構想の名誉会事件とは、なんだか恐ろしそうな事件だな。名誉会事件とは、田中六春が開店したキャバレーキングの開店祝いに、3代目田岡組長が来店してくれたことが発端となり、そこに大阪の愚連隊を集めた暴力団、
名友会の幹部らと鉢合わせになり、山口組の田岡組長だと知りながら因縁をつけ乱闘になると、その後は組同士の抗争にまで発展したんだよね。結成当初からヤバい事件に巻き込まれていたんだな。その後勢力を拡大させ、一心会に改称したんだけど、警察による大規模な暴力団壊滅作戦、第一次頂上作戦によって、一心会は解散させられてしまい、創設者の田中六春も極道を引退し、そのまま一心会は消滅すると思われたが、田中六春の右腕だった桂木正夫が、名友会事件の関与により、服役していたが、出所後に再び一心会を再興させたんだよね。さすがは後に、山口組の若頭補佐になる人物だぜ。そうだね、桂木正夫は四代目山口組が発足すると、若頭補佐に抜擢され執行部入りを果たし、その後勃発した山一構想で一心会は、四代目山口組の一番槍として一和会を切り崩し、一和会の二次団体である松見会の解散、松本会長の引退にまで追い込んだんだよね。山一構想でも暗躍していたとは、結構武闘派な組織だったんだな。同じ山口組傘下の、アキラ連合会、が当時神戸山口組についていた四代目山県組と本部事務所付近で揉めて、アキラ連合会組員らと乱闘になる事件が発生すると、一心会はアキラ連合会の応援に駆けつけ、大阪南の路上で四代目山県組系組員らが乗る車を襲撃、車を破壊し組員らを引きずり出し、暴行を与え病院送りにするという事件も起こしているんだよね。あの山県組に対して一歩も引かないとはやはり武闘派だな。その後桂木正夫が一心会を引退すると、それまで幹部であった川崎雅彦が二代目を継承し、五代目山口組の直参にも昇格、六代目山口組が発足すると若中に就任し、順風満帆に見え存在感を出していたんだけど、六代目山口組舎弟であった後藤忠正組長の定例会不参加問題が勃発すると、後藤組長の擁護派についたことで川崎雅彦組長は除籍処分され引退に追い込まれてしまったんだよね。確かに順風満帆に思えたが、除籍に引退とは厳しい処分だったな。その後に一心会の若頭であったの宇塚恵が三代目を継承、通常処分を受けた組織の名前は引き継がれないが、歴史ある組織ということで一心会の継承が許されたそうで、三代目を継承してからは、六代目山口組の直参に昇格すると、その後も組長付け、継承委員を歴任。2015年には六代目山口組の幹部にまで昇格を果たしたんだよね。おお、見事に消滅しかけた一心会を立て直したな。もうこれ以上は何もないことを願うんだぜ。一心会の立て直しを行い、下部組織などを含めれば約100人以上の構成員を抱え、六代目山口組の直参にまで押し上げ、このまま何も問題ないように思えたんだけど、ある日の山口組総本部での定例会から帰ってきたの宇塚恵会長に対して、若頭をはじめとする幹部から、もう、親父にはついていけませんわ、と見下り犯を突きつけられてしまったんだよね。マジか、若頭や幹部からこぞって反感を抱かせるとは、何が原因があったのかな。様々な理由があったと思うんだけど、一心会の幹部が神戸山口組のヒットマンから弾を取られたが、その返しが不十分だったり、六代目山口組への不満も募り、後ほど解説をするしのぎの横取りや、何かと金銭を徴収する行動会の専横体制などの原因があったみたいで、若頭をはじめとする幹部らが、次々と組を去り、結局会長の元に残ったのはわずか数人だったと言われていたんだよね。これは前代未聞だし、六代目山口組としてもびっくりだろうな。この事態にの宇塚恵会長は、自らの頭を丸めて神戸の総本部を訪れ、執行部に事の顛末を謝罪したそうで、組を抜けた一心会の元組員らは神戸山口組の関係組織や、一心会に縁のある山口組内の、別の直系組織に移籍したり、これを機に足を洗う者もいたそうで、三次団体の組の内部崩壊ならともかく、直参が下の者にこれだけすっぱり切られるというのは、前代未聞だと関係者は話しているんだよね。これは、ますます行動会からのカジノ利権強奪事件が気になるぜ。六代目山口組からの分裂騒動の原因は、行動会が主体とした運営方針と、何かと金銭を徴収する体制に、不満を持っていたからであって、六代目山口組としては寝返りを防ぐために上納金を引き下げたり、行動会の同門組織に対する締め付けなども控えるようにしていたが、神戸山口組の衰退もあって、再び六代目山口組の中では行動会の影響力は増してきているんだよね。
隠していた牙を再び剥き出しにしてきた感じなのかな。そうだね、神戸山口組との分裂抗争は収束に向かっており、長く続いた戦後戦略が展開されているとも言われ、その標的にされたのが一新会の松浦カジノの利権であり、六代目山口組高山清若頭は、行動会参加の野内正弘組長を使い、一新会のカジノ利権を奪うように命令を出したと言われているんだよね。これは、完全に勢力が弱まっているところを狙われたな。一新会が運営する大阪南のバカラ店を標的にしており、神戸山口組との抗争で、特定抗争指定を受けていたので、構成員5人以上で集まれないことから、農地組参加の、ハングレグループの若衆らを使い追い込みをかけていると言われているんだよね。これは、なんとかして抵抗してもらいたいもんだな。窮地に立たされた一新会は、同じ南を根城にしている同盟組織を頼って、仲裁に入ってもらっているそうなんだけど、名古屋が本拠の行動会が阪神間の組織を吸収したり、大阪南の利権をめぐって進出してきていることに緊張感が走っていると言われているんだよね。やはり、カジノはヤクザにとって、今後大きなしのぎになっていくのかな。五代目山口組の頃から、経済ヤクザとしても知られた匠勝はすでにカジノに目をつけていたと言われ、反社会的勢力を徹底的に排除するという触れ込みで数年後にはカジノが始まる。しかし、カジノにはいくらでもしのぎが転がっているので大きな金脈になる、と山口組幹部は語り、今後もカジノ利権を独占していく狙いだと言われているんだよね。そんなに前からカジノ利権に目をつけていたとは、さすがは山口組だぜ。というわけで、今回は大阪南の老舗組織一新会、とカジノ利権強奪事件を解説したよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ、それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。